間もなく開始です。この期待の一戦会場さあ試合開始。ディアン君高速で抜き去った。天才的なドリブルだ。まずい、あと俺のドライブシュート。ドライブシュートか。体ごとボールにぶつかっていく。あとブロックを粉砕。ディアス君センタリングを上げた。カルロス君センタリングに合わせる。連戦連戦ブリンク君このボールのコントロールスライディングで止めた。ディアス君連戦でかわした。ナイスプレー。これは必殺のブリンクだった。カルロス君強烈なバックゴールを打ちるからのシュート。ここだ。防いだ。ハントキックで大きく蹴り出した。ディアスさんダイレクトでパス。ドリブルでボールを運ぶ。ディアス君鮮やかな前転で、うん、僕のおかげだね。さあ勝負の始まりだぜ。アクロバットな動きでオーバーキックに行った。木の葉のように舞う。ディンク君これをブロックに行く。あとブロックを粉砕。ハントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。上から抜いた。コルフ君ボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。青井君クロスを上げた。このセンタリングをものにできるか。横っ飛びで鋭く反応。ドールマン君ボールはまだ生きている。ゴール前に上げた。低空のオーバーフットだ。あ弾きます。外してしまった。オランダゴールキックで仕切り直します。連戦連戦ブリンクロングパスを受けます。ダイヤ君このスライディングが決まった。あとドリブルを見送る。あとここは2人で仕掛けてきた。完璧に抜き去った。行くなぜ。狙いの必殺の一撃を放った。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いも止められない。パントキックどこまで運べるか。ヘディングでのパス。いくぞ翼くん必殺のシュートでゴールを狙う。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が。サッカー俺の夢だ。いくぞドライブシュート。ここはパスを出した。よし連戦ブリンク君飛び越えた。これはゴールだ。ジャンプ一番かわした。クライポート君ボールを任せた。必ず貫く全ての力を。これが本気の強烈なシュートだ。若林君このシュートに反応している。止めた。さすが若林君です。おっと少し交代だ。ロングボールを送る。ボールを奪った。もらった。ここで止めた。ナイスプレー。かばって振り切った。ドリブルと見せかけてパス。もらった。横をすり抜けた。行くぞ。あとドリブルを見送る。大きくパス。パスを出します。カイザー君ゴール前に持ち込んだ。ナイスプレー。クライポート君ボールを奪うことができません。ここで奪った。さあカルロス君これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いた。これはドライブシュートか。そこだな。さらに凄まじいシュートだ。キーパー一歩も動けず。カルロス君鮮やかに騒ぐことは何もない。もらったぞ。抜く。容赦はいらない。レッスン。ジャンプ一番かわした。クリスマン君ここはパスを出した。クライフォート君切り返してかわした。まずい。ボールを浮かせた。そのゴール。そしてここで必ず貫
歩く。力を込めて強烈。これが本気のスティンガーだ。このシュートに反応している。あっ、これも取った。この位置で攻守交代だ。ここは抜かせません。フライフォーク切り返してかわした。パントキックで大きく蹴り出した。カルロスさん、ヘディングでのパス。カルロス君素早く絡みます。ホームチーム、ここからカウンターを仕掛ける。ここでスルーパス、かわした。クライフォーク君切り返してかわした。見事な気づいた。クライフォート君、キーパーモルトも貫いてやる。そしてここで全ての力を。これが本気の強烈なティンガーだ。若林君横に飛んだ。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところあとわずか。オーバーヘッドです。いいプレーだ。軽やかに待った。クイック君スライディングでカット。クライフォート君、ここからチャンスを作れるか。スライディングを浮かせて足を抜けるんだ。ここは身を挺して止めに行く。ホームチーム前後半戦キックオフ。パスをもらったカイザー君、パスを出します。それドリブルでボールを運ぶ。あっと奪い返した。クリスマス君激しいタックル。一気に攻め立てるぞ。チーム一丸となった超攻撃サッカーの炸裂だ。クライフォート君シュートまで持ち込めるか。そのゴール必ず貫く。渾身のシュート。いっけー、スティンガー。鋭く反応。あー、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。クライフォート君ここは抜かせません。これは全身の流れを持っていた。すさまじい回転力のシュートだ。おたけみはのボールに立ち塞がった。体で防いだ。クライフォート君激しいタックル。スティンガーだ。ゴールさばきから鋭いシュート。あー、これも取った。パントキックどこまで運ばれた。クライフォート君切り返してスティンガー。おたけみを上げボールに立ち塞がった。シュートの勢いも体で止めました。そら横をすり抜けた。カルロス君ここはパスに切り替えた。敵陣へ攻め込みます。スタート。もらったぞ。ドリブルを見送る。カルロスさん、ワンツーで折り返す。ここから一気に攻め込みたいところ。カルロス君ここから打ってきた。クリアでキューバを進みます。カルロス君スライディングでカット。青木センタリングに合わせる。ここだ。ゴールマン君このシュートに反応している。さあボールを抑えた。ディアス君センタリングに合わせる。ゴールマン君このシュートを正面から受け止める。パントキックどこまで運べるか。クリスマン君ロングパスを受けます。おっと攻守交代だ。それドリブルでボールを運ぶ。いけ、クライフォート君ボールを浮かせて足の裏で蹴り込んだ。ここは身を挺して止めに行く。シュートの勢いも体で止めました。ダイレクトでパス、左へパス。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。無駄さ、ナイスプレー。カルロス君これは見事な個人技だ。いと息の合った連携プレーが見れるのか。短いパスの連携。ディアス大きくパス。ディック君ボールを奪うことができません。ディアス君デファイルシュートだ。ブラコットビで鋭く反応。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。長いパスが通った。クライフォート君切り返しでかわした。ここからチャンスを作れるか。これだ。見事だ。これは予想外だ。ボールを浮かせた。そのゴール。そしてこれ必ず貫く。力を込めて強烈なシュート。くらえ。若林君このシュートに反応している。渾身のパスを味方に送る。あっと
この位置でパスカット。ライアンか。完璧に抜き去った。ハンク、ボール、ナイスプレー。よし、ライアン君完璧に抜き去った。まずい。敵軍を退く。コルフ君、ボールを奪うことができません。まずい。見極められるかな。さあ、シュート対決。ライアン君見ろ、ボールのイリュージョン。足を交差させて蹴るトリックシュート。ドールマン君、渾身のセービング。それ相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。翼君、このスライディングが決まった。得意のスライディングで抜いた。ナイスプレーだ。ここでパスカット。もらったぞ。その子はパスを出した。横をすり抜けた。クリスマン君、横にかわして突破。これで連鎖。クリスマン飛び越えた。これも飛行士のプレーだ。それ三杉君、体をかわした。まずい。飛行士の華麗な技だ。これも飛行士のプレーだ。オランダ、ここは味方のサポートも十分。葵君、これはゴールデンコンビが見せる大技、ツインシュートだ。まさに必殺の一撃でゴールをゲット。それ、いい流れだが油断は禁物だぞ。さあ、試合も残りわずか。最後まで圧倒的な引き返したいところです。鋭いスライディング、絶妙な連携プレーを見せつけるか。ここでワンツーパス。さっきの君、これは南米式のドリブルだ。スライディングで止めた。横をすり抜けた。クライフォート君、ここでチャンスを作れるか。あ、ここで力を出し切るぞ。チーム一丸となった勝負の結果の策でした。雄たけびを上げボールに立ち塞がった。ホームチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。